春英社未来文庫。海色ダイアリー。お隣さんは五つ子アイドル？波音が聞こえる。それはきっと運命の音。恋を知りたい、ドキドキを知りたい。いつもの日常が特別になったらいいのにな。恋愛のイメージは宝石のようなキャンディー。見とれるくらい綺麗なのに、食べたら美味しいな。予感がする。楽しくてキラキラした誰かに会えるって。そうして私が出会ったのは、色とりどりのドロップのような5人の男の子だった。君に出会うまでこんな気持ち知らなかったよ。はぁ、海風が気持ちいいな。5月に入って青空が多くなって嬉しい。私は今日の空みたいな凪いだ水色の海を眺めながら下校していた。澄んだ海の青さ、空の透明感とか風の心地よさ、そんなことを誰かといいねって言い合えたらなって時々思う。道端に転がっていた小石を蹴る。小石は路地裏へコロコロと転がって私の視界から消えていった。私は一人っ子だし、近所に同年代の友達も住んでいない。通学路はいつも一人ぼっちだ。それを少しだけ寂しいと思ってしまう。だってこんなに素敵な風景なのに。私一人が独り占めしたいとかじゃなくて、分かち合いたいと思う時がある。私の通学路は海に沿っている。ここが海に囲まれた町のせいもあるけど、こんな晴れた日は穏やかな青い海が見られるから心が嬉しくなる。空と海、違った青色が見られて幸せなんだ。潮風に長い髪がさらわれるのを片手で押さえながら、のんびりと帰宅する。ああ、天気がいいからかな。堤防から海を見れば、もうサーフィンをしている男の子がいた。私は、この町に生まれた時から住んでいるけど、実は泳げない。海が近すぎるから、あえて泳ごうと思わないんだよね。でもこうやって、海を眺めるのは好きなんだ。誰かが海を楽しんでいるのを見るのが好き。時々嵐になったり荒れちゃったりするけど、必ず穏やかな凪へと変わる。その度にまるで人の心みたいだなって感じるんだ。海辺のそばにはカフェやマリンスポーツのお店があったりする。その前を通り過ぎた私は、お店の前に貼られたポスターに目を留めた。あ、立花兄弟。ポスターに写っているのは学校でも大人気のアイドルの男の子、立花双葉と立花四季の双子の兄弟だ。もちろん私もこの二人が大好き。綺麗な顔立ちをしていて、髪も瞳も色素が薄い立花兄弟は人形みたいに美しい。本当にこんな綺麗な男の子が同じ世界に存在するのかなーって、雑誌とかで見かけるたび、いつも不思議に思う。海岸沿いをしばらく歩くと、私の家の屋根が見えてきた。屋根は白色で、壁はマリンブルー。住み慣れたお家だけど、青色のクリームソーダみたいなカラーリングで、私は気に入ってるんだ。ゆあちゃーん！声がする方を見上げれば、ベランダで洗濯物を取り込んでいたママが笑顔で私に手を振っていた。ママ、ただいま。お帰りなさい、ゆあちゃん。帰ってくるなり悪いんだけど、手伝って。オッケー。私は母一人、子一人の二人家族だ。パパは私が幼稚園の頃、事故で亡くなったんだ。小さすぎてあんまり覚えてないけど、病院で泣いているママの姿だけは悲しすぎて記憶にある。私の一番古い記憶だ。その時に私は決めたんだ。怖いものから、ママを泣かすものから、ママを守るって。だから、極力家のことやママの仕事は手伝っている。
カバンを抱え直し、ダッシュで帰宅を急いだ。5月とはいえ、お天気のいい日は真夏みたいに暑かった。全力で走ったせいで、私の額から汗が一筋流れ落ちる。ママ、帰ったよ。ごめんね、すかしちゃって。ううん、もう家のそばだったから大丈夫だよ。それより、手伝いって何？夕飯のお使いとか？違うのよ。ママは山のような洗濯物を抱えながらも、ニコニコと笑顔で私に話しかける。実はね、ほら、隣のお家、うちが任されてるじゃない。ああ、こないだ下宿してた大学生のお姉さんたち、卒業と同時に出て行ったもんね。どうしたの？次の下宿の人が決まったとか？そうなのよ、今朝決まってね。うんうん。で、もう家に来ちゃったのよ。急な話しすぎて驚いてしまう。でも、ママはどことなく楽しそうだ。ママはいつもそう。仕事でも何でも笑顔で楽しそうにこなしている。私はそんな明るいママが大好きだ。ママ、そろそろパートの時間だから。ゆあちゃん、悪いんだけど部屋の案内お願いできる？了解、任せて。お願いね。あ、でもママ、体弱いんだから無理しないでね。わかってるわよ、ゆあちゃんは大げさなんだから。ふふふとママは微笑むと、洗濯物を抱えダイニングへと消えていった。あ、どんな入居者か聞くのを忘れてしまった。でも今まで隣に入居してきた人たちは大学生ばかりだったから、今回もそうなのかなと納得する。隣の家の管理のお手伝いはママの仕事だ。なぜうちが管理を任されているかというと、パパがいなくなって実家に戻ってきたママに親戚のおじさんが紹介してくれた仕事の一つなんだ。下宿っていうのかな。隣の家を貸してるの。それに掃除、洗濯、それから朝夕なご飯もママが作っている。新しい入居者を待たせたくないから、制服のまま隣の家へと急ぐ。玄関に向かうとき、キッチンからいい匂いが漂ってきた。うんうん、今夜はママ特製のシーフードカレーに違いない。美味しそうな香りでわかる。夕飯が楽しみだ。そんなことを考えながら、軽い足取りで隣の家を目指す。この前の大学生のお兄さんは絵描き志望の優しい人だった。芸術系の仕事に無事つけたからと、遠くの町へと引っ越してしまった。今度はどんな人が入居するのかな。緊張とワクワクが入り混じる気持ちを抑え、隣の家の門をくぐろうとした時、そこに二人の男の子が佇んでいるのが見えた。え？門をくぐるとすぐそこは庭園へとつながっている。季節ごとの植物が植わっていて、もともとここに住んでいた私のおばあちゃんの趣味だ。春はバラ、夏はひまわり、秋は金木犀、冬は梅。そんな5月の草木に負けないくらい綺麗な男の子が私の目の前にいた。どちらも容姿がそっくりだ。私、彼らのこと知ってる。立花兄弟。え、嘘。自分の口から飛び出した言葉なのに疑問を持ってしまう。そんなことってある？これは夢？アイドルが出てくる夢とか？そうだ、夢に違いない。私の隣の家に引っ越してきたのが大好きな芸能人だなんて、そんなことあるわけがない。立花兄弟は双子のアイドルユニットだ。モデルとして CM や雑誌にも出てて、その中性的で美しい容姿ももちろんなんだけど、少年と大人の間のアンバランスさが魅力的で、女子に大人気なんだ。こんにちは。読書をしていた彼が不意に顔を上げ、私に笑いかけると挨拶をしてきた。突然のことに驚いてしまって、足を花壇の柵にぶつけてしまった。思いっきり膝に当たり、涙が出そうなくらい痛すぎて、これは夢じゃないことを実感する。大丈夫？本を閉じ、駆け寄ってきてくれた彼は私が一番好きな立花四季くんだった。顔はそっくりだけど、ファンの私にはなんとなくわかる。口調がのんびりしているし、四季くんは
ふわふわした癒し系のオーラがある。お兄ちゃんの双葉くんはクールな感じというか、何よりメガネをかけているからわかりやすい。今だって双葉くんだと思う方は黒縁のおしゃれなメガネをかけていた。はい。よかった。ニコッと笑う四季くんの笑顔に心臓が高鳴ってしまう。心なしか頬が風邪をひいた時みたいに熱い。あのん？しゃがんで私と同じ目線になった四季くんの瞳は光の加減で青色に見えた。四季くんは瞳の中に青空があるんだなとしばし見とれてしまう。立花兄弟ですよね、双子の。違うよ。え？でもどう見ても私の目の前にいるのは立花兄弟だ。ここ一年雑誌やテレビを見てたから結構自信あったんだけどな。それにこんな綺麗な双子の男の子めったにいるわけがない。芸能人だから隠したいのかな。いくら大好きな人がいたからってはしゃぎすぎたのかもしれない。ミーハーだったね、反省。私ここの管理人の娘で、夏目ゆあって言います。恥ずかしかったけど気を取り直して自己紹介をした。そうだったんだね、よろしくゆあちゃん。はい。四季くんが気にした様子もなく屈託なく私に微笑んでくれるから嬉しくて頭の中がパニックになる。双葉兄さん。大きな声で四季くんが双葉くんを呼んだ。双葉くんは空を見たり庭の花を見たりしてたけど、四季くんに呼ばれたらすぐに反応してくれた。どうした四季。双葉くんも私のそばにやってきてくれた。四季くんと同じ顔をしてるのにやっぱりどことなく冷たい印象を受けてしまう。のんびりした四季くんの口調と違って双葉くんははっきりした物言いをする。すごい、テレビと同じだ。ねえねえ、この子管理人さんの娘さんなんだって。あ、はじめまして、夏目ゆあです。よろしく。双葉くんはメガネをクイッと人差し指で上げると、私になんか興味なさそうに玄関へと戻っていってしまった。ごめんね、双葉兄さんはいつもああなんだ。そうなんですね。まさか知ってますとは言えなくて、四季くんの笑顔につられて私も笑顔でごまかした。シーニー。あ、突然玄関の扉が開かれたと思ったら立花兄弟そっくりの男の子が現れた。え、あれ、同じ顔が3人。あれあれ、私の隣には四季くんがいて、玄関にいるのが双葉くんで、じゃあ目の前に来たこの人は誰？すっごいんだよ、家の中広いし隠れんぼできそうなんだよ。シーニーもニーニーも来てよ。こら、いつか挨拶が先だよ。え？管理人さんの娘の夏目ゆあさん。あ、ごめんなさい、こんにちは。ハキハキと元気よく挨拶してくれたいつかと呼ばれた彼はやっぱり二人とそっくりだった。ただ口調とキラキラ光をたたえている瞳からみんなより元気な印象を受けた。立花いつかです。いつかくん。はい。呆然と名前を繰り返した私にいつかくんが嬉しそうに笑って元気に返事をしてくれた。そういえば僕たちの自己紹介もまだだったね。いつかくんの隣で今気がついたとばかり四季くんがつぶやいた。私は一方的に二人のことを知っていたから名前を名乗ってもらっていないことは全然気にならなかったけど、いつかくんの登場に混乱してしまう。同じ顔が3つ。まさか三つ子だったなんて思いもよらなかったよ。僕は立花四季、あっちのメガネは立花双葉です。よろしく。よろしくお願いします。改めてこの二人を前にすると今更だけど緊張してしまう。あの、双子じゃなくて三つ子だったんですね。え、双子。私の言葉に四季くんが困ったように首をかしげた。どこから話せばいいかな。ゆあちゃん、僕たち三つ子じゃないよ。人懐っこそうに
いつこくんが四季くんと双葉くんの間から顔を出した。どういうこと？三つ子じゃないってことは他人？でも他人じゃこんなにそっくりになる確率は低いよね。もしかしていとこ同士とか？うちも親戚に似てる人がいるから可能性はあるのかもしれない。と考え込む四季くん、ニコニコ笑顔のいつかくん、そして相変わらず口数が少ない双葉くん。顔はそっくりでも内面はくっきりと違うから、なんとなく区別はできる気がする。おい、突然ぶっきらぼうな声が頭の上から降ってきた。何事かと見上げれば2階の窓から不機嫌そうな男の子が顔を出していた。あ、二度あることは三度ある、三度あることは四度ある。その男の子はまさかの四季くんたちと同じ顔をしていた。一世のバカがびしょ濡れになって帰ってきた。え、なんでびしょ濡れ？海で遊んでたんだと思うよ。一世兄さん海が好きだから。ふふっと苦笑する四季くんは天使みたいに可愛らしい。で、三月兄さん、一世兄さんはどこに？三月と呼ばれた彼はぷいっとみんなから視線を外し、窓をバタンと閉めてしまった。びしょ濡れってことはタオルが必要だよね。タオル類が入った段ボールは確かバスルームの前に置いてあったはず。ねえ、一世兄さんどこにいるんだろう？僕持っていこうか？ここにいないってことは裏口とかじゃない？一に風邪ひかないといいけど。バタバタとみんなが裏口へ移動しようとする。でも裏口ってどこかな？この家は広いから、四季くんが急ごうとする足を止めた。双葉兄さん知らないの？いつかは知ってるか？裏口だけに家の裏にあると思う。ダメじゃん。みんなのやりとりを見ていて思わずふふっと笑いそうになってしまった。裏口こっちだよ。ごめんね、入り口と正反対にあるから遠いんだ。わー、ひわちゃんありがとう。家の中からショートカットで裏口へと4人で走る。そこではやっぱりみんなと同じ背格好の男の子が震えていた。寒い。一斉兄さん、びしょ濡れのまま動かないでよ。ほら、ゆあちゃんが怯えてる。びしょびしょの長い前髪、ぴったりと張り付いた黒いウェットスーツを着たまま私の方に突っ込んできた。お、女の子じゃん。しかも可愛い。こんにちは。濡れた長い前髪で顔が隠れているせいで表情がわからない。前髪うっとうしいな。けど前髪をかき上げた彼の顔を見てまた驚いてしまった。二度あることは三度ある、三度あることは四度ある、そして四度あることは何度でもある。一世と呼ばれた彼もみんなと同じ顔をしていた。クローン人間？違う違う。思わずつぶやいた私の言葉を四季くんが慌てて訂正する。僕たちは五つ子だよ。一世兄さんは僕たちの一番上、長男なんだよ。五つ子？そう、次が双葉兄さん、三月兄さん、僕、そして末っ子のいつか。四季くんが五つ子の説明をしてくれた。海色ダイアリー、未来文庫で大好評発売中。チャンネル登録よろしくね。